知人の顔を大田容疑で組員逮捕巨人、オコエルイ選手が直前まで同席。知人男性の顔を殴ったとして、警視庁暴力団対策課は26日、東京都中央区八丁堀4の指定暴力団住吉会計組員、鈴木浩二容疑者46を傷害容疑で逮捕した。どうかによると、 鈴木容疑者と知人男性は20人ほどで宴会を開いており、事件発生の約30分前までプロ野球、巨人のオコエ類選手25も同席していたという。逮捕容疑は2022年12月18日午前2時半ごろ、東京都中央区の飲食店で、知人の40代男性の顔を殴出し、全治1か月の重傷を負わせたとしている。 鈴木容疑者は今は言いたくないと話しているというどうかによると、おこえ選手は別の参加者の男性に呼ばれて宴会に参加し午前2時ごろまで店に滞在していたおこえ選手は警視庁に対し鈴木容疑者が反射の人間とは知らなかったなどと説明しているという巨人は26日警察からは 事件とは全く無関係との説明を受けている。飲食店で偶然居合わせ、会話をした程度の関係であり、暴力団など反社会的勢力との交際、交友ううには当たらないと判断した、とのコメントを出した。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。こういう時の巨人は悪い意味で強い。特に今は戦力になってしまっている。 本人が関係ないといえばこれで押し切る気満々だろう。レギュラーに定着すれば暴力団関係者とつながりがあったとしても内々に処理してくれるだろう。野球も興行であるなら、今の時代、反社との付き合いがあると疑われることすら避けなければならない。本人からの聞き取りだけで押し切ってしまうのは日本を代表するプロスポーツ球団の対応として、 説明責任を果たすべき深夜遅くまで出歩いて酒飲んで、と反射の問題もあるが同じアスリートでもサッカー選手や野球選手でも大谷選手のように自己管理をしっかりやってる人とは大違いだプロ意識が低い、それとも早々に野球に見切りをつけて次のステージのためのコネクションでも探っていたのだろうか。 偶然居合わせて反射の人間かどうかは知らなかったと言っても近寄らない方がいいかどうかは大体見た目で判断できたと思うしあえてそういう人を好んで付き合うのかなとさえ思ってしまう球団としても警察からではなく本人からの聞き取りを十分にしてコメントを出した方が良かったと思う巨人は26日警察からは 事件とは全く無関係との説明を受けている。飲食店で偶然居合わせ、会話をした程度の関係であり、暴力団など反社会的勢力との交際、交友ううには当たらないと判断した、とのコメントを出した、事件とは無関係というのはその通りだと思いますが、飲食店で偶然居合わせ、会話をした程度の関係、おこえ選手は別の参加者の男性に呼ばれて宴会に参加。 こののつつについてはどっちが事実なのか。後者であれば反社関係者と付き合っているということになる社会人としての自覚が足りない反社とは知らなかったでは済まされないおこえ選手は世間に対して説明すべきだし球団から処分があるべきでなければ今後この件が言い訳に使われ同じようなことが延々と続く 臭いものには蓋をする球団だから、原さん、坂本さんの例を見ても、そんな気はないだろう。だらしない。